毎朝のピークです。この適度なウォーキングがやっぱり気持ちいいです。今日は朝から昨日ゆうじさんのお寿司をいただいてます。朝からお寿司なんかもう超でかく、はい、今日はここでプロダクトを置いてもらえるかもしれないスタンレーのポールのお店です。めっちゃいいですね。センスがとっても好きです。私も自分もすごい好き。全部販売してるって、すごくいい場所にあるんですよねこれ。まあ、自分も見たんですけど、ここスタンレーマーケットの2階すごくいい場所です。ポールの店ロミ、いいの置いてるな。すごいいい天井。あ、本当だ。前撮りだ。はい。すげえ。イエー。前撮りしてる。で、ここもレストラン。そう、いい雰囲気だ。うわ超いいじゃん。すげえいい雰囲気だねこれ。うわぁ、すごいいいね。Very nice. Sometimes, bowl? To the... This one? This one is for... Actually, yeah, this one also called Bokgong in Chinese, Bokgong Bokgong Pier. It's also in central before they moved to here. Oh, really? Yeah, they keep the tiles on top, yeah. And then we build it here. すごいいいね。めっちゃ贅沢な時間になっちゃってます。今全然収益も出てないのに、今日はちょっと交渉できてますんで、まあ、いいとしましょうか。前はあそこら辺でゆっくりくつろいでました。入って左手のここに上になるのかな。ここは作品は上かな。あ、もしもしタカさん。いえ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 、そう、今見ました。写真これからうちの商品を置いてもらうこのコールですね。ポールのところでこの帽子をいただきました。さっきはあちらでご飯をいただいてしまったんで、このスタンレーはすごくいい場所ですね。ポールのお店で結局このスタンレーで商品を結局置いてもらうことになるとは全く想像もしてなかったですね。とりあえず今から Wi-Fi のある店に行って、ポールが仕事終わるまで2時間ほど仕事をしようと思います。スタンレー、自分は本当スタンレーにお店を作りたかったんですけどね、まあ形を変えてこういうことになるとはなかなかです。だいぶ荒れてるな。やることがいろいろと荒れてます。荒れてるっていうのは散在してるって、乱れている、いろんなことが集中してないってことですね。